FM 笑顔パーソナリティ成瀬優美です。今日は三河で遊び100秋プログラム高橋ガニの丸ごと茹でたて体験にやってまいりました。場所はこちら、蒲郡海鮮市場です。それでは行ってきます。はい、近藤です。よろしくお願いします。今日はよろしくお願いいたします。はい、お待ちしておりました。よろしくお願いします。まず高橋ガニは水槽からサイズを選んで、で氷水につけます。なんでかというと、うん、カニをね、生きてるまま鍋にボトンと入れてしまうと足が折れてしまうんですよ。神経が生きてるのでね。それを仮死状態にするために氷水で30分しっかり冷やしてから入れると腕が折れにくい。だから味噌が流れにくいんですね。氷に30分締めますね、はい、でその後鍋に入れてからだいたい40分、大きさによっては50分ぐらい湯がきますね、はい、しっかり中まで火を通して、その後剥いた時に味噌もしっかり飲めるぐらいに召し上がっていただきたいんで、はい、しっかり湯がしていただきます。近藤さん、はい、これで40分間茹でるということですよね、はい、そうするとその間ってお客様どんな風に過ごされるんですか。そうですね、店内ではおあさりを水槽から出して焼いたり、サザエ、アワビなど焼いてたり食べれたりします。であとはもう一つうちのイベントとしてはタコ入れ体験ということもやっておりますので、生のタコを塩で揉んで入れたてを食べるという体験イベントもありますので、家族でお越しいただいたらカニやタコも両方召し上がっていただいたりできます。あ、海鮮市場蒲郡を楽しんでいただけたらと思いますのでね。蒲郡の美味しいものがいっぱいある場所ですもんね、ここ。そうなんです。ありがとうございます。じゃあもうね、やっぱ来る時にはお腹空かせてこないといけませんね。はい、じゃあぜひ美味しいタコやカニを食べに来てください。さあカニちゃん出てきてください。よいしょよいしょよ、わ、ほんとすごい、いっぱいお湯が出てきます。いやー、熱々、こんなです。よいしょ、でーん、はーい、こんな大きいの、おいしそうですね。じゃあ茹で上がりました。カニ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 、うわー、ポキッ、あ、こっち側の方がいいかな。ポキッと折りな、あれ、折りながら、お、来た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 、よっ、シューフリー、こんな来ちゃいましたですよ。うまっ、うわっ、すっごいプリップリ、やっぱりね、ついさっきまで生きてた子ですよ、この子。しかも茹でたて、まだここにも身入ってる。いけるかな、よっよっ、あ、いた。なんか生まれて初めて食べるんですけど、高橋ガニですね。水族館よく行くんですけど、水族館の中でしか見たことないカニなので。そうですね、柔らかくて美味しい。三河で遊び100、いかがでしたか。ぜひ皆さんも申し込んで高橋ガニ食べてみてくださいね。でお土産こんなのもありますよ。竹島水族館とコラボしてできた高橋ガニのおせんべいです。私も買って帰ろうかと思います。皆さんもぜひ申し込んでみてくださいね。